井上真でございます。ノーミルク佐藤です。ミルクサッカーアカデミーでございます。さあ先生、今回は、ビジャレアル久保建英、エメリから与えられている新たな役割とは、やっていきたいと思います。先生、久保建英ビジャレアル編、ビジャレアル編始まりましたね。意外とこれミルアカではまだね、やってなかったということですね。これすごいですよね、ミルアカって、他のそれこそどんなそのメディア媒体も、あと YouTube さんとかも、久保のビジャレアルはどうだっても結構そのね、メインにしてるところがあるのに我々全く触れないっていう。確かに、やっぱ先生はこうデータを見極めてからみたいなところもあるんですか？そうなんですよね。ああ、なるほどね。大体揃ったのもあるのと、あとマジョルカの時もやってたんですけど、やっぱり日本、日本って、リバプールが強いとかシティバルサが強いとかいろいろあるけど、一番海外のチームどこ見てんのかって言われたら、去年でマジョルカを見てるんですよ、日本って。あ、数字で言うと。そう。やっぱ関心度がそこだったわけですね。確かに。っていうことを考えたので、ビジャレアルの今季一緒にね、タケと一緒にプレーしてくる仲間たちの選手紹介も行いたいと思います。いやー、待ってました。去年もビジャレアルでね、やってくれた、違う、マジョルカでやってくれて、だいぶ見るの楽しくなりましたから、これ待ってました。ちょっとだから、さすがにね、こう、何枚も資料使うわけにいかないんで、一人当たりこう2行分ぐらいしか、20文字ぐらいしか書いてないんですけど、一応紹介できる。さすが元教育者、はい、ありがとうございます。ナンバーワン教師、はい。もうね、ただもうパッとこう伝えられるものを持ってきたね、大丈夫。ありがとうございます。はい。はい、やっていきましょう。こうやって写真をね、見比べるとやっぱちょっと大人になってますね、これね。自信が伺える。そうですね、変わりましたからね。体も大きくなってきてますからね。そしてポジションなんかも実は変わるんですよ。本当そんなこともじゃあ教えてください。はい、お願いします。はい、めくっちゃいましょう。新たな役割ポジション仲間、こんな感じ、ドン出ました。ほわ、はい。久保建英さんのポジションは、はい、いろいろ変わり、はい。はい、中央へ行くと書いてます。そうなんです。はい、はい、はい。一応ね、今日の話としては左の話して、右の話してみたいな感じになってくると思うんですけど、はい、はい、はい。まずはですね、一応、マジョルカの時はフォーメーションちょっとたくさんあったので分かりづらいですが、マジョルカの時はまあざっくり言えば、とりあえず右サイドやってました。そうですよね。例えば、ツートップの一角に入ったとしても、右に流れるケースが多くて、指揮官から、監督から、ちょっとだけ左やってくんないとか言われない限りは、基本から右にいたっていうのが、基本でした、はい。ちょっと懐広く持って、な、左足で、ちょっとカットインもありみたいなね。そうですね。で、今期に関しては、はいはい、やっぱり、EL、ヨーロッパリーグもあるので、で、カップ戦とか考えたら、やっぱり5、60試合やってことになるから、必ずしも、一つのポジションだけやるってことはないんですけど、基本ポジションどこかって言われたら、ど真ん中です。やったぜ。やったぜ、竹、ついに。やったぜ。やったぜ。うん。リーガ一部のトップ下を奪ったわけだね、これね。そうなんですよね。奪ったでいいの、これ。ライバルとかいるわけ、やっぱりその。さあ、ということで、ちょっといろんなね、選手紹介しながらやっていきたいなと思います。はい、お願いいたします。うわ、楽しみ。ちなみに右側にバーっていろいろ乗ってると思うんですけど、はい、この右側にいらっしゃる方々が、今期の、共に戦ってくれるビジャレアルのメンバーとなります。はい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 。一個ただ皆さん、お気づきのものあるんじゃないかと思うのが、ピンク一人しかいませんね、右側にね。キーパーね。はい。一人しかいないの？9月3日現在、キーパーはビジャレアルに今一人しかいません。大丈夫なの？開幕約1週間前なのに、まだ一人。スペイン一部でしょ？ユースとかにいるんじゃないの？もう、大丈夫な人が。まあ、でもいると思うんですけど、じゃあユースいきなり抜擢するかって話。いや、まあそうだよね。すごいね。そうなんです。大胆なことしてますね。そうなんです。で、このキーパー、アセンホさんって言うんですが、基本的に守護神は彼になると思いますと。はいはい。ただ、そこでちょっと大胆予想を私したいなと思ってまして。はい。一人取ってくる選手、僕はこの人だと思う。すげえ。何の情報もないのに？今のところないです。わかんないの。僕の予想です、あくまで。はい。取ってくるのが、左側の下にちょっと書いてあるんですけど、はい、アルゼンチン人の、マルティネスさんという方が来るんじゃないのかなと思って。なんでそう思うの？実はこの彼はですね、エミリアのマルティネスさんといって、今、アーセナルに所属しています。はい、はい。この間、コミュニティシールドだったり、その前にね、あと FA カップなんかありましたけど、その時にゴールマウスなんかも守っててはいたりするんですが。出てるんでしょ、アーセナルで。そう。なんでそう、レノさんが、本当の、ね、守護神ベルント・レノさんが、怪我で出られない時は彼が出てるんですけど、なんかね、最近ね、ビジャレアルのインスタフォローしたんですよね。わー、出た！ご本人がでしょ？
そうなんです。ほう、匂わせフォロー。そしてもう一人、なんとエメリ監督もフォローした。わー、で、なんとエメリ監督と彼は、エメリ監督、以前アーセナルで一緒にやってるんですよね。なるほど。よく先生、そんなの気づきましたね。これね、理由いろいろあるんでやってみたんですよ、これ。はあはあ、実はね、これいろいろ見てる中でというか、久保建英選手も、てかこのスペインリーグヨーロッパに関してあるのが、EU 圏内枠みたいなのがあるんですよね。EU 圏内枠。はいはいはい。うん、あと、県外か、ごめんなさい。あ、県外。ヨーロッパにの国籍じゃない人は5人までしか取っちゃいけないっていう、あれがあるんですよ、国の各チーム。はい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 。うん、で見てみると要は外国人枠ってことね。そうなんです、うんうん、でヨーロッパ以外で考えたらフォワードのカルロスバッカ、うん、そして、うん、ウィングのチェカルロスバッカじゃん先生。そう、後でまた伝えます。カルロスバッカ、はいはいはい、聞いたことあるもん。であとタケでしょ、うん、はい。でそれプラス、センターバックのフネスモリという4人の、EU 外枠がいるんですよ。へ、だからと EU 外枠だと取れるの1人なんですよ。逆に言うとあと1人は取れるんですよ。はあはあはあ。じゃあ重要なポジション誰が取ってもおかしくないんじゃないかって思った時に、うん、ゴールキーパー1人取ってもおかしくないでしょう。でエミリの関係者誰かいないかな、いたーってところから。で調べたらインスタもフォローし合ってたってこと。そう、あるぞと思って。すごい作業してますね先生。名探偵、お間違いないでしょう。可能性高いと思います。いや、これで来なかったら何なんて。ね、最近なんか時間あるからいろんな人フォローしてたお互いにってことか、まあ、っていう可能性もあるで何とも言えないですけどね。でもあってもおかしくないのかなと思って。そしたらマルティネスさんの方が番付高くなるの、アセンホより。僕は高くなってもおかしくないだよね。だってアセンホは理由があるんですよ。理由があるんですよ、うん。アセンホさんっていうこのゴールキーパーは、うん、セーブめちゃくちゃうまいんですよ、はい、ただ、はい、最近そのゴールキーパーに託されてるゴールキーパーからのビルドアップってなるとちょっと苦手なんですよね。いいクラスキルね。そうだからこれ、マルティネスとアセンホ逆なんですよ。要はタイプ的にビルドアップうまいんで、マルティネスさん近代的なのね。そうだからこれあるなと。なるほど、はい、そういうサッカーをしていいのかもしれないと。そうなんですね。で、そして続いてちょっと見てもらいたいのはセンターバックなんですけど、はいはい、左のスタメンにはパウ・トーレスとラウル・アルビオルという2人を入れたんですが、はい、ここすごいのがね、センターバックに4人いるんですけど、うん、右利き2人と左利き2人なんですよ、うんうんうん、面白くないですか。右利き2人と左利き2人、そう、センターバック、確かにセンターバックの左利きって結構貴重なんですってね。そうなんですよ。それをしかも2人持ってるんですよ。うんうん、あ、すごい、ね。で、右の、そう、ね、右のセンターバック、右利き2人がこのラウル・アルビオルと、あとはチャクラっていう2人なんですけど。チャクラ。まあ、まずラウル・アルビオルは元ね、レアルにもいましたし、スペイン代表でも一時代気づいてた。有名ですよね。はい、有名ですね。はいはい、でチャクラ君っていうのは去年はその B チームビジャレアル B ってところに基本的にはいてあって選手なんですけども、今年は上来たよって感じですね、はい、でもう一人で左側のセンターバックはこのパウ・トーレスって選手なんですが、下部組織出身なんですよ、はい、で快速で高身長うんうん、うん、スピードもあって190超えてるんですよ。はあ、でレフティーなので今で、しかも23歳なんですよ。いや、これは貴重ですね。で今ヨーロッパ中がせめぎ合ってます。はい、欲しいってので長身のレフティーのセンターバックなんて本当超貴重なんでしょ。超貴重ですね。おーおーおー、だからもしかするとこのパウトレス移籍もあるかもしれないけど、しばらくはまあとりあえずビジャレアルいると思うので。ああそう、へえ。でもう一人がフネスモリさんっていうのがちょっと今おけがしてるっぽくて、でただ双子さんらしくて、弟は今メキシコ のモンテレーっていうクラブワールドカップとかでも ね有名ですね、名前出ますけど、そうか、なんとか森、なんとか森っていうの、そうそう、なんだかちょっと忘れましたけど、花江森じゃない。面白いな、ありがとうございます。コメディアンやってまんねん。あら、はい、そうなんです。で続いてサイドバック見ていくと、はい、右に2人、またここも面白いのが右に2人左に3人なんですが、はいはいはい、しかもこれは右利きの右サイドバックが2人、左利きの左サイドバックが3人ということになってるんですね。うまくなんかできてんな、はいはいはい。で右のサイドバックがですね、まあ、マリオ・ガスパールさんという、こちらも下部組織出身のキャプテンが1人いるんですよね。マリオ・ガスパール、はあはあ、でそこと今ポジション争っているのがペーニャさんという方なんですが、はいはい、元エイバルで、うん、もともとペーニャさん前もやってたので、はい、サイドバックだけじゃなくて、じゃあ乾と両翼で、そう、いや乾のライバル、あ、ライバルかいな、うん、はあ、そっか、乾のかつてのライバルが今度は久保と共闘する、いやそっか、
いいですね。ああ、そんなこともあるかね。ね。で、左がですね、はい、3人いて、まあ、一応左がね、はい、アルベルト・モレノさんと書いてますけど、はい、この方知ってる人も少なくないんじゃないかなと思ってて、実ははい、チャンピオンズリーグ取ったこの間2018、2019の時、実はリバプールいたんですよね。あ、アルベルト・モレノ？そうで、その後に、なかなか出れなくて悔しい思いしたってので、ビジャレアルやってきたって、ね。はあ、はあ、はあ、じゃあもうあそこで修行した人なんだ。そうなんです。アルベルト・モレノ。へぇ。で、そこと今こうポジション争っていくのが、うん、去年までビジャレアル、ビジャレアル B とかでも対戦してた、うん、32歳のハウメ・コスタさんとか、あとはレンタルでいろんなとこ回ってきたペドラサさんっていう、この3人で左を争っていると。いうこと。はい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 。で、続いてボランチ見ていくと、ボランチ、はい、まあ、コクランとパレホと左側に書きましたが、うんうん、実はあれなんですね、バレンシアのレギュラー2人がそのままビジャレアルに移籍してきたという。あ、今シーズン？そうなんです。熱い補強ですね。さあ、バレンシアがちょっと今年も、もう経営がちょっともう危なくて、やっぱ新型コロナウイルスの影響で。バレンシアが。そうなんです。だからスタメンを大半売らないともうチームが成り立たないっていうので、ちょっと経営に失敗しちゃったの。そうなんですよ。多分大口のスポンサーがとかっていう話でもあるかもしれないですね。名門が、はい。ただ、ビジャレアルからしたら、レギュラー2枚来ちゃったっていう状態。あ、そう。嬉しいですよね。へー、これはすごいね。そうなんです。で、うん、まずこのコクランさんっていうのは、まあ、フランスですね。バレンシアで、まあ、フランス出身なんですけど、またフランスの年代別代表でもずっと経験してたんですが、はいはい、まあ、何よりもこのパレホさんとずっとやってますから、うん、この連携がしっかりしてるのがやっぱりいいですよね。そうだね。あ、そうか、うん、コンビで引き抜いたってことだもんね。そうなんです。はあ、はあ、はあ。そしてそのパレホさんっていうのは、実はレアルユース出身っていうのがあって、はあ、で、バレンシアの首相やったところが来ましたから。すごい経験値じゃない。これはいいですよ、ね、31歳。そうなんです。で、ただボランチすごく実はビジャレアル長けてて、うん、他にトリゲロスさんっていうのがいるんですが、トリゲロス、はい、名前もちょっとなんか頼もしいですけど、うん、そうですね。こちらはバルサユース出身なんですよね。まあいるか、スペイン一部っていうのはそういうところか。で、バルサユース経験して、その後にビジャレアルのユースに移籍した後、そのままビジャレアルでやってるって選手。で、他に若い、まあ、竹友もちょっと年齢の近いモルナレスさん。モルナレス、はい。彼も下部組織出身で、今、体制渡れる、まあ、中盤の心臓みたいな選手だから、うんうんうん、これね、コクランとかパレホとか、そういうベテラン見ながら、これから成長していくんじゃないかな。なるほどね。うん。で、元からいた選手になるんですが、もう一人、ボランチ、イボーラさんっていう方がいるんです。イボーラ、はい。イボーラ。うん、元セビージャの選手なんですが、うんうんうん、実は、かつてセビージャ在籍した時には、やはりエメリと一緒にやっていて、監督エメリと。セビージャが EL3 連覇した時とな選手なんですよね。ああ、なるほど。だけど今年やっぱりビジャレアル EL 戦っていくので。そっか。いや、なんかいいですよね、このね。ああ、指南役と言いますかね、経験を。そうそう。だ CL 経験し、CL 取ってるモレノがいたりとか、EL 取ってるエメリ監督やら、何、いいじゃない、ビジャレアル。めちゃくちゃいいチームなんです。そのラインナップに何、19歳で加わるわけ？トップ下のレザーで、ね。いやー、すげえ、何それよ。超面白いじゃん。超熱いでしょ。へー。で、なんでタケが右サイドじゃないかっていうと、う、実はチュクウェゼっていう選手がいます。はい。ナイジェリア人で、ナイジェリア代表の若い21歳の選手なんです。21歳。スピードタイプってこと？そうなんですよ。ぽいよね。はい。ナイジェリア国籍でもあるんですけど、なんとビジャレアルユース出身なんですね。ほー。やっぱ下部組織の接種してる選手がこのチーム多いから、ね、ここはもう決まってんだ。彼も レフティーなわけね。ただだから、宿上勢が右でやってくれる、あれ、うん、左利き、堂安みたいにお前カットインしてくんじゃん。はい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 、あれ日本代表でなんか行かせるような感じにもなってくるんじゃないのっていうのと、どうやらね、エミリ監督が今気にしてるのが、うん、久保建英のこの視野の広さっていうところにだいぶ注目してて、はあはあ、でトップ下でもあるんですけど、うん、守備でプレスをかけるとき、ちょうどこの間、レアルソシエダ戦なんてのがあったんですね。練習試合ダゾーンでね、やってました。そうなんです、うん、で開始1分で点取るんですけど、うん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 、でまずその1分で点取れた理由が、このチュクベゼと久保建英の2人でプレスかけて、相手をね、がんじがらめにした状態で、チュクベゼが、から、真ん中にね、ボール放って、最後に、ゴール決まったっていうボランチがね、上がってきて、決めてるっていうのがあるんですよ。
守備がもう頑張っちゃって連動してんだ2人は。そう、もうだからこんな感じがしてて、早くも年も近いしね、どっちもやっぱりこう外国人っていうこともあるしね。そうなんです。で実はその前にテネリフェ戦かなもあったんですけど、その時に実は竹は左サイドハーフをやってたんですよ、うん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 、その時 4-4-2 だったんですけど、うんうんうん、でもその時は竹は基本的に左サイドハーフにポジションを取るんですが、基本的に真ん中にやってきて、左サイドバックの選手が上がってきて左サイドハーフをケアするって状態だったので、うんうんうん、ほぼどの道竹がやることになるのは、まあ、おそらくトップ下ポジションをずっとやっていくことになるのかなと、トップ下か、まあ、縦関係2トップみたいな感じもいいかもしれませんね。これ、はい、得点にも反映されそうですね、数字にもね。あると思いますね。だからプレスでももうね、生きてますから。ゴールに近いところでプレーできそうな感じがね、楽しみだし、ゲームメイクもちょっとね、いいですよね。そうなんです。そして、竹と一緒にね、同じようなポジション、やっていくのが、チクウェゼイガニ3人いて、はい、まあ、モイ・ゴメス、ダニ・ラバ、オンティ・ベロスという3人がいるんですよ。でこのうちモイ・ゴメスさんっていうのがおそらく左やることになるんじゃないかなと思いますが、下部組織出身だったんですけど、最近4年間ぐらいずっとレンタルでいろんなとこ武者修行行ってたんですよ、うん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 、で去年帰ってきて、さあうちのチームのために働きますよってなってる。キャリアのね、今一番脂乗ってるとこ26歳。そうなんです、これ2列目はみんなお若いですね。若いんですよ。二列、ヤング2列目ですね。いいですよね。で他に多分控えからの登場になるのがオンティベロスさんとかね。オンティベロスさん去年はね、ほとんどの試合、23試合なんですけど、途中出場から出ていて、はい、まあ、先発定着を目指すのかもしれないけど、もしかするとエミリー監督の中では、途中からやってくるジョーカータイプとしてっていうことで考えてるかもしれないな。そういう選手なんだね。で、そしてもう一人、これもね、はい、面白いのが、はいはいはい、ダニ・ラバさんっていうのが新しくやってくるんですよ。ダニ・ラバさん、はい、24歳。下部組織出身で、また彼も武者修行去年行ってたんですけど、あれも左ですよ。彼もなんと去年、ウエスカに行っていて、へー、あ、そうなのか。岡崎とやってるんですよね。はあ、はあははあ、岡崎とか、ね、日本人とこうやってるってのがでかいね。へー、うん、なるほど。そうで、あと残り合いフォワード4人いるんですが、うん、まあ先ほどもマーさんも反応してくれた通り、うん、あいつじゃん、カルロスばっかですね。あ、ミランのね。そう、ああ本田圭佑とも一緒にやってた。そうだ、コロンビア代表だから、2014も2018もワールドカップでもいたもんね、ばっかね。いた、ああ、ばっかがいるんですよ、ね、34になったですか。そうなんですよ。でそれ以外にもう一人のが、うん、ドルトムントで香川真司と一緒にやってたパコ・アルカセル。出た、はいはいはい、めちゃくちゃ有名どころいっぱいいるなっていう、じゃね。でもう一人いるのがパコ・アルカセルはそこ走らせるの弟ですよね。違いましたっけ。正解正解正解、そうですね、正解です。でもだから、パクを歩かせる、いかに竹が走らせるか。あ、うまい、なるほどね。これもみんな言ってくるでしょうね、これね。言ってくるでしょうね。パクを歩かせるはもうトップでしょ、この今言ってる人たちは、ね、トップですね。だから 4-4-2 やるときは竹が左とか竹右でチクベで左で、例えばモレノと、パクを歩かせるの2トップとか。なるほどね、はいはいはい。今話したそのジェダール・モレノさんっていうのが、実は今、うん、この練習試合の間は実はモレノさんあんま出れないんですよね。な理由があって、スペイン代表に呼ばれてます。有名だもんね、ジェラール。現役代表で去年18得点してて、あーリーガのベストイレブンに入ってるんですよね。あ、でも彼がもうこのビジャレアルのど真ん中ってことかいな。そうです。なんか竹とこのモレノの関係性とか良くなればチームは確実に上がっていくと。はは、あともう一人いるのがフェルニーニョさんという、一応今ビジャレアルの B チームにいる選手なんですが、190センチのいわゆるセンターフォワード型のタイプなんですよね。はいはい。あ、ただ電柱型っぽい。ただね、竹としてはありがたくて、一応身長は高いんですけど、プレースタイルが宮代大成選手にちょっと似てる部分があり、アンダーの代表で竹は一緒にやってたから、そういうタイプとずっと。だ結構やりやすい面揃ってるな。これもちろんポストプレイヤーってことでしょ。ポストプレイヤーって思いますね。だからフォワード陣はそういうなんか真ん中がっしりやってくれるストライカー多いんで、裏でどれだけこう竹がプレスしたりいろいろこうガチャガチャやってくれるかが、もう周りの選手たちにとっても結構キーポイントになるから、の活躍我々楽しんで見れますよ、これは。面白い、先生ありがとう、うん、これやっぱこの年齢とかもね、バランスよく配置されてんだね。ポジションリーダーカルロスばっかイボーラ、ね、そうですね、しかもだからそのキャプテンタイプだったりだとかね、はい、ね、いろいろいるからね、楽しみですよね。その中で最年少
で最年少ながらタクトを振るわけでしょ、真ん中で。そうなの、たまらんの、漫画じゃん、漫画。たまらんよ、たまらん、ね、で同い年ぐらいのフェルニーニョが前にいて190ので、ナイジェリア人のチェクウゼが横でね、大竹言うて二人外人で、これ青い信号とボバングですよ先生、これキャプテンズの遊びで言うとね、ナイジェリアの子なんですけどね。楽しいっすよね。これ漫画っぽいな、非常に。いや、そんな竹がどんな活躍するのか、みんなね、ちょっと楽しみにしましょう。いや、先生、マジでね、ぐっと楽しみになりましたね。いや、ほんとよかった。作って、ありがとうございます。いやー、面白い。なるほどね。まあ、一応ね、定点観測もしていこうと思うので、まあ、あくまで開幕の段階からね、やっぱり密ですから、日程。まあ、結構変わってくるとは思うので、あくまで現段階で言ったらこんな感じで。見やすくなる。エメリ監督っていうのは、すごいあれでしょ？実績のある。ね、そうです。あの、先ほど言った通り、セキジャーの時にはね、はい、EL でも3連覇をしていたりとか、はいはいはい、その後なんかにはね、うん、この間もアーセナル率いてたとかありますから、信頼の。フランス人でしたっけ？そうですね。あね、はあ、はあ、はい。なるほど。彼ね、エメリ監督が欲しがったわけでしょ、このラストピースとして、このチームの竹を。エメリカです、ごめんなさい、スペイン人でした。スペイン人、失礼しました。うん、はいはい、パリにいたからね、パリ・サンジェルマンも率いてましたもんね。なんか、フランスっぽい顔してますよね。そうですよね。うん、ねあと、ちなみに最後に、ちょっとビジャレアルの話だけもちょっとしていきたいと思うんですけど、はいはいはい、うん、ビジャレアルと、この、ね、はい、あの、うん、あと、エメリ監督の指導方針とかもあるんですが、うんうん、あの、すごくて、あの、指示しないんですよ、しっかりと。指示しない、エメリさん。そう、あの、いわゆる、命令しないんですよ。うん、このチーム、すごいのは。うん。一回その止めて、今どう思ったって聞くんですよね。だからそれぞれにこう考えさせる系のその指導だったから、なんかこだわった幼稚園みたいですね。いや、そうですね。だからシュタイナー教育みたいですね。そうそう、だからそこでどうやってやればいいのかなってことを、あの選手たちがそれぞれこうしっかり考えていきつつ、自主的にこうチームの連動性だとかも増していくような形で、そこに最後に、最初のその下地のそのフレーム作るのはエメリ監督とかチームとかコーチだし、最後に対戦相手がこうだからこうしていこうぜっていう、約束事とかをくれるのもこのエメリ監督で、その間の部分は選手たちにも不正っていう、じゃあ割とこうクリエイティブな、クリエイティビティは各個人のひらめきに任されてるみたいなとこあるのかな。そうですね。あとはだからもうどうやったらこういいセッションできるのかってことをみんなで高め合ってる、ね、いいですね、うん。オーケストラ感あるわけですね。楽しみですね。いやもうなんかカウンターに徹してもうカウンターですよみたいな、竹ちょいちょい見せてねみたいなより、さあみんな個性を出してちょうだいよってフェーズに入ったわけですね。そう。ビジャレアルの面白さ。これはマジョルカより間違いなく面白いでしょ、マジョルカより。これだから楽しみにしましょう。ああ楽しみ、もう早く始めてほしい、はい、ありがとう先生、ね、ありがとうございました、よくわかりました、はい、ということで、これもうすごく良かったですね、ぜひこれ俺写メで撮って見ながら見ますよ、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん見てください、開幕はもうすぐでしょ、そう9月の12日ぐらい始まるらしいので、うん、もう始まりますよ、1週間後ぐらいでした、定点観測していきましょう、はい、というわけでございました、ミルクサッカーアカデミー、ぜひチャンネル登録で、いろんな動画出してます、生放送もやってますんでね、ぜひ、はい、登録してくれると嬉しいです、高評価ボタンも応援してください、ありがとうございました、先生皆さんありがとうございました、ありがとうございました、でしたノミルク佐藤でした、それではまた別の動画でお会いしましょう、ほななーい、ではほななーい。